皆さんこんにちは、マネーフォワードの青山です。今回は固定資産動画の第2弾というところで、減価償却とはについて税理士の高井先生に解説していただきたいと思います。第1弾の動画についてはこちらをご覧ください。はい、それでは高井先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回の固定資産の動画が少し難しすぎたということでへこんでいる税理士の高橋です。よろしくお願いします。お願いします。今回の減価償却も難しいんですけれども、なるべく分かりやすく解説しますのでよろしくお願いします。前回の動画では減価償却とは、事業で何年も使う資産はその期間分に分けて経費にするというのが会計上のルールというお話だったんですけども、なぜ減価償却は必要なんでしょうか。はい、それは減価償却をしないと毎年の利益の計算が少しおかしくなってきてしまうからなんですね。はい、あ、なるほど。詳しく聞いてもいいですか。はい、例えばある機械を使って、製品を作る会社があったとします。その機械の金額は、500万円で、まあ、寿命は5年間、はい、5年間使える機械だったとします。で、その機械を使ってその会社は毎年200万円の売上を上げることができます。そうした場合にもし減価償却がないと機械を買った1年目は、売上は200万円ですよね。はい、で支払いは機械を買った500万円の支払いがあります。で、まあ、それだけだったとするとその会社の1年目の利益って300万円の赤字になるんですね。はい、1年目は300万円の赤字で、2年目から5年目、まあ、機械が使える期間が5年なんで2年目から5年目については、売上は200万円ずつなります。でも、もう経費っていうか支払いはないのでその売上の200万円が全部利益になって、毎年200万円の利益っていうふうになるんですね。でもその機械って1年目だけ使ってるわけではなくて、はい、2年目から5年目についてもずっと使ってるわけなんですよね。はい、そうなると1年目のだけの経費にするっていうのはおかしいんじゃないのか、まあ、5年間使えるんだったら5年間に分けて経費にするのが正しい利益計算じゃないのかっていうことで行うのが減価償却になります。なるほど。例えばその500万円の機械の購入費を1年目から5年目までに均等に配分をして1年間に100万円ずつの経費にすれば毎年200万円の売上、100万円の経費ということで100万円の利益が1年目から5年目まで出ていましたねっていうふうな、そういうふうな会計上の計算になります。なるほど。確かにちゃんと使える年数で分けた方が会社の実態に沿った会計ができるっていう感じなんですかね。そうですね、実態に即した、うん、会計上の、まあ、決算書が出来上がってくるんじゃないかっていうふうに言われています。資産は物によっても使える期間っていうのは変わるかなと思うんですけど、どのくらいを目安にすればいいんでしょうか。その資産を使用できる期間っていうのはそれこそやっぱり物によるんですよね。はい、例えばパソコンでも10年以上使えるものもあれば1年で壊れてしまうようなものもあると思うんですけれども、はい、でもまあそのパソコン1年なのか10年なのかどれくらい使えるんだっていうのは買った時には分からないですし、それだと税金上の計算も面倒になってくるというかできなくなってくるので、はい、資産の種類ごとに法定耐用年数という何年使えることにしますよっていうのが法律で決められています。あ、そうなんですね。じゃあその法定耐用年数を見て計算していくっていう感じですかね。はい、この資産は何年使えますよ、この資産は何年ですよっていうのがもうちゃんとルールが決まっているので、まあ、それに照らし合わせながら会計上処理をしていくっていうことになります。はい、例えばさっき言ったパソコンの場合だと法定耐用年数は4年になっているので4年で減価償却をするということになりますね。うん、国税庁のサイトで法定耐用年数の表が出てますので、よろしかったらそちらを確認して、まあ、自分の買ったものが固定耐用年数が何年なのかっていうのを確認してみてください。
その資産をその購入したものが新品じゃなくて中古品だった場合はどうなるんですか？まあ、それもよくあるケースですよね、はい、さっき説明した法定耐用年数っていうのは、はい、新品で買った時の年数なんですね。で、中古で買った場合はすごくざっくり言うとなんですけれども、法定耐用年数で決められた年数の中から、まあ、その中古なのでもうすでに使った年数っていうのがあると思うんですけど、はい、法定耐用年数が6年でその中古資産を過去に2年間使ったものだよということであると、残りの4年間で減価償却を行うというふうなイメージになります。それって2年って分かっているものだといいと思うんですけど、分からないものもありますよね。そうですね、あの買ったものが何年経ったものか分からないというのもあると思うんですけども、そういった場合にはそういった場合の中古資産の耐用年数の計算の仕方っていうのがあるので、それはあの国税庁のホームページで載ってます。あ、そうなんですね、はい、分かりました。ちなみに減価償却ができない固定資産とかもあるんですか？そうですね、あの減価償却は、はい、そもそもその買った資産を使ってその資産の価値が減っていくから、その分を経費にしていこうというふうな意味合いもあるので、うんうん、例えば使ってもそれの使った期間に応じて価値が減っていかないようなものについては減価償却をする必要はないというふうなルールになってます。なるほど。具体的にはどういったものがありますか？例えば土地とか。土地は使っても価値は減らないですよね。そうですね、使うことによって減るんじゃなくて、むしろ時間が経つと価値が上がっていったりとかする場合もあるじゃないですか、うん、そうですね。だから土地については減価償却は行わないというふうなルールになってます、うん、なるほど。あとは美術品とかですね、絵とか、まあ、壺だったりとか、はい、そういったものについても、まあ飾っているからといって、その価値が下がっていくわけではないですよね、うん、年数が経っていくことに逆に価値が上がっていったりとかする場合もあるので、美術品などについても減価償却は行わないというふうなことになっています。わかりました。固定資産ってお話を聞いてみて管理があの大変かなっていう気がしてるんですけど、管理はどうすればいいんですか？会計上の管理ということになると思うんですけども、はい、会計上の管理は固定資産台帳っていうものをつけながら、うん、減価償却費とかを計算して管理していくことになります、はいはい、例えば、マネーフォワードクラウド会計だったりマネーフォワードクラウド確定申告にも固定資産台帳の機能がついていますので、まあ、そちらに資産を購入した都度、入力をしていただいて、必要事項をですね登録をしていけば減価償却費を計算をしてくれるというふうな便利な機能もありますので、ぜひご活用いただければと思います。ありがとうございます。また固定資産がたくさんあって管理が大変だという中堅企業の方はぜひマネーフォワードクラウド固定資産をご検討ください。今回は減価償却とはについて甲斐先生に解説していただきました。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、また減価償却の仕分け方法や計算方法などについては第3弾でお届けしていきたいと思います。この動画をいいねと思ったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。